ハラッパーから出土した、紀元前2500年頃の文物ハラッパーは、インダス文明の都市遺跡。パキスタン北東のパンジャブ地方ラホールの南西、約200キロメートルのラービー川左岸に位置し、モヘ模片所だろと並び称される、標識遺跡として知られる。ハラッパとも、インダス文明発見の経緯も参照もな、インダス文明の遺跡ハラッパーの位置この遺跡は、1826年に、 チャールズ・マッソンが発見し、1853年にアレキサンダー・カ・ニンガムによって発掘され、特殊な印象が出土する遺跡として1875年に学会に報告されていたが、当時はまだ特定の文明の遺跡としては知られていなかった。1921年に RBDR サハニの発掘調査によって未知の文明の都市遺跡であることが明らかにされた。 その後のサハニによる数字にわたる調査と、ほぼ同時期に行われた、モヘンジョダロの調査によって、インダス文明の存在と性質が位置づけられ、インダス文明の別名として知られる、ハラッパー文化の命名の起源になった。1926年から1934年まで、MS ・バッツラによる発掘調査、1946年から1947年には、 m ウィーラーによる発掘調査が行われた。1986年以降は、ジー・カイ・ディールズ、R.H. メド J.M. ケノイ・アーラによるアメリカ隊が組織的な発掘調査を行っている。遺跡のレンガ石を周辺住民が利用したり、東インド会社の鉄道敷設などで遺跡全体の保存状態は悪い。紀元前3300年度1700年前後に、 渡って、居住が確認され、古い順から、ラービー機、コトギジ期インダス文明機、変域エイチボチ期の5機にわたる文化層が確認されている。ラービー機の集落は遺跡の北側の仮想から発見され、手づくねの多彩文土器を伴うのが特徴である。すでに鉱玉図や透析性ビーズの生産を行っていて、後のインダス文字の起源と考えられる文字が、 土器の表面に宣告されている。こと二時期になると遺跡の南東部などに集落は拡大し、周壁が築かれるようになる。インダス文明期になると、城塞と城門によって隔がてられた二つの市街地の区分けが明確になり、さらに城塞の北側には床面積800平方メートル強の二列に並んだ穀物層と計3.5メートルの 円形作業台18機などが作られる。円形作業台の中央には木製の渦を置いて作業をしたと推定され、脱穀状という説もある。穀物層と呼ばれる建物は湿気のある川に近く穀物の形跡も発見されていないため現在では他の用途に使われたと考えられている。現地の遺跡にある案内板には初期の学者が穀物層と推定したが証拠が 発見されていないと書かれている。城塞は南北約400メートル、東西約200の南北方向に長い平行四辺型で、城壁は小生レンガで覆われた日干しレンガで築かれ、その基部の厚さは12メートル、北西と南東の隅に見張り台を置き、北側と西側に城門を設けている。城塞の南側150から200メートルの地点には土工墓からなる。 R37 墓地が営まれた。小西レンガを多用し、インダス式土器一式のほか印象や、抗玉髄をはじめとする各式石製ビーズ類が出土している。R37 墓地の北側には H 墓地があり、H 墓地文化、ゴハラッパー文化の標識遺跡として知られる。ありがとうございます。